ちょっとお話を聞かせてください。はい、どうぞ。ねえねえ、旅行の話について聞きたいんだけど、飯尾さんの知ってる人で海外旅行に行ったことのある人はいる？いるかもしれない、いないかもしれない。ちょっと動かな。海外旅行に行ったことある人いるんだ。その人はどこの国に行ったのかな？さあね、飯尾さんは旅行するなら外国と日本どっちがいい？僕は外国に行ってみたいな。外国か。外国の方がいいんだ。飯尾さん、国際的だね。外国といえば、飯尾さんは旅行で九州に行ったことはあるかな？ないね。なるほど。九州は温泉がいっぱいあるんだってね。飯尾さんは旅行で富士山に登ったことはあるかな？ああ、富士山ありますよ。富士山に登ったことあるんだ。飯尾さん、すごいね。あ、そう。飯尾さんはもし旅行するなら九州と東北どっちがいい？迷うね。どっちでもいいです。そっか。私できればどっちも行きたいなって思ってるんだ。ああ、そうなの。飯尾さんはもし旅行するなら北海道と沖縄どっちがいい？今沖縄に行って泳ぎたいですね。沖縄か。沖縄はやっぱり海が綺麗なんだよね。そうらしいね。沖縄といえば、飯尾さんは旅行で沖縄に行ったことはある？一度だけね、行ったことありますよ。大学の友達と。沖縄に行ったことあるんだ。いいね。海がとっても綺麗らしいね。そうだよ。飯尾さんは旅行に行くなら、ご飯が美味しいところと景色が綺麗なところのどっちがいい？迷うね。ご飯、そうだね。ご飯の方がいいかな。ご飯。飯尾さんは花より団子だね。ははそうですね。飯尾さんはこれまでどんなところに旅行したことある？いろいろあるよ。そっか。私は最近東京に行ってきたの。答えないよ。そしたらこのまま。答えない。飯尾さんは旅行で行くとしたらおすすめする場所はどこ？僕はやっぱり温泉がいいと思うな。飯尾さんは旅行先でソフトクリームを食べたことはあるかな？旅先で食べるソフトクリームって美味しいらしいね。飯尾さんは旅行で飛行機に乗るのは好き？私、飛行機好きだよ。飯尾さんは旅行は好き？旅行は好きかな。そっか。僕は旅行が好きなんだ。旅行といえば、温泉だよね。飯尾さん
くわからないです。